ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がアバルト595コンペツヨーレ2021年式3000キロこちらの車両になります。はい、久しぶりのアバルト紹介なんですけども、過去に何度もご紹介していますし、はい、調べたらアバルト2009年からずっと変わらないんですねロングセラーですね。でベースのチンクエチェントから数えると2007年から変わらないということで、なんか今更こう詳しく解説する車でもないのかなということで、はい、今回おさらいという感じでバババッとご紹介させていただいて、市場メインでお届けしたいと思います。そしてですね、アバルトといえば、イケちゃん知ってますか？なんと先月、はい、今日今撮ってるのが6月ですけども、先月日本向けの生産が終了いたしました。まあ、今回紹介するというのは、まあ、それもあってっていうことですよね。そういうことでございます。そうですね。はい。で、一応500、チンクエチェントの方が、生産終了。はい、でアバルトに関しては詳しい生産終了の案内まだ出てはないんですけど、まあ、おそらくもうベースが生産しないんで、まあ、おそらく順次日本の仕様もまあなくなるんじゃないかなと。 で、EV に順次切り替えていく形になると思うんで、買うなら今じゃないかと。そうですね、まあ、ガソリンのモデル特にアバルトが欲しい方はもうこれからがいいんじゃないかなと。そして今回ご紹介するのが後期コンペということで、僕個人的にも一番買いじゃないかなって思ってる車種でございます。はい、っていうのは一時アバルト欲しくていろいろ調べたんですよ。でベストバイがやっぱり後期コンペじゃないかなと。なるほどなるほど。で理由はいくつかあるんですけど、まずスタイリングが後期コンペかっこいい。かっこいいですよね。まあ、コンペに限らずですけど、アバルト後期になるとこのちょっとダクトが大きめに見えるこのバンパーと、はい、あと後期になるとこの辺 LED になったりするんですよね。そうですね。はい、そして、はい、今回の車はボディカラー黒ということで、はい、意外に黒いアバルト少ない。まあカラフルな印象は多いので、黄色赤とかあと白系とか多いですよね。中古車情報サイト見たんですけど、後期コンペで黒に絞ると全体だと400台ぐらい出てるんですけど、それだけ絞っちゃうともう20台ぐらいしかない。ああ、じゃあ少ないですね。でもとにかくいろんなバリエーションがあるんですよね。今回ご紹介する595だけじゃなくて、その上に695もありますし、はい、まあ、あとはコンペじゃないモデルもあったり、ツーリズムがあったり、あと限定車とか。そうですね。あと一瞬やってた、メイクユアスコーピオン、はい、自分でいろいろ組み立てられるやつ、はい、あそこまで入れちゃうともう膨大な仕様と膨大なその車が出てきちゃ う、ね。うん、ということで、もうこの辺はもう一期一会ですよね。そうですね、はい。まあ、結構確かにアバルトでもメイクユアスコーピオンってあんまり僕見たことないですけど、でもコンペとかはまあその中でも仕様はちょこちょこあると思うので、なかなか自分仕様を見つけるのって難しいと思うんで、はい、そしてもうどんどん見ていきましょう。はい、はい、横に回っていくと、もうとにかく、アバルト特にコンペになるといろんなものが標準装備ということで、はい、足元もこの17インチのホイール、うん、そして奥にはコニの FSD、 自動の減衰調整がついてるサスペンション、こちらも全部標準装備。はい、ただなんかいろんなレビュー、あとは僕の過去の記憶を蘇らせるとかなり硬かった印象車重も軽いですからね。というわけでこれに関しては再確認の意味を込めて乗ってみたいと思います。はい、そしてブレーキもこのサイズでブレンボ4ポットってなかなかじゃないですか。車両価格帯考えても結構豪華っすよね。ちゃんとしたものが装備されてるの で、ね、で標準装備ってことなので、でこのサイズっすよ。でサイズの方が3660、全幅の方が1625、全高の方が1505ということで、はい、これ以前の動画で軽自動車のワードを出したらものすごく怒られたんですけど、この軽自動車と比べたくなる気持ちは分かりますよね。まあ、はい、軽の規格よりかはもちろん少しだけ大きいんですけど、本当にそれぐらい小さい。だって幅1600っすよ。そうですね。だもちろん軽だと1480って幅ありますけど、それより本当にちょっと大きいぐらい、だから都内での使い勝手とかもう言ったら最強じゃないかなって、言いたいことはですね、もう我々もこういう輸入車いろいろ扱ってると今結構車幅大きい車とか増えてきたので、その中からすると軽自動車ぐらいに感じちゃうっていうのは分かるんですけど、まあその辺普段僕らが触らせていただいてるもう1900スタンダードじゃないですか。うん、で車 SUV になったらもう2m 珍しくない、はい、そんな中で言うとかなり小さい、でこの装備ってだいぶいいと思うんですよね。そうですね。あんまり他に被る車がないんじゃないかなと。そしてあとは後ろに行くと、後ろは片押しですけれども、はい、はい、同じく赤いブレーキがついて、リアのストローク、これ確認しましたけどなかなか活かしてますね。活かしてますね、はい、
あのほぼストロークがない、はい、この辺も乗り味どこまで影響するのか、うん、これに関してはちょっと乗ってみたいと思います、はい、そして後ろに回ってきて後ろ僕後期で好きなところなんですよ、うん、テールがこのリングの、うん、中くり抜かれてるです、ね、これなんかすごく新しいっぽく見えますよね、はい、そしてあとはこのレコードモンスターの4本出しのマフラー、はい、これも標準装備になる。そうです。でこれ普段内側しか排気してないんですよね。ああ、そうですね。で3000回転以上回した時とか、うん、あとモード切り替えした時にあの外側からも排気するようになったんですけど、はい、取り回し見るともうあからさまに直感なんでこれが登録できるか謎ですけど、はい、まあ、その辺の関係もあって先月いっぱいで生産終了ということで、まあ、今乗っとくべき時代なのかな、はい、こんな感じのエクステリアになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。もうあの乗られてる方にはめちゃくちゃ失礼な話なんですけどこの300万円の車と思えないぐらいのドアのこの軽さ、うん、そしてあとはドアブレーキが独特っすよね。あ、そうですね。あの思ってたとこと違うとこで止まる、うんうんうん、そしてあのブレーキきつめですよね。そうです、はい、ガクンっていっちゃう感じのこちらのドア、うん、そしてインテリアはだいぶこの豪華なインテリアじゃないかな、はい、そして一番目立つのがこのサベルト製のフルバケ、これがレザーとアルカンターラのコンビになってると、うん、でしかも横とかはファブリックなんですね。そうなんです。本当に結構いろんな素材使われてるおしゃれな感じですよね。さすがイタ車、うん、色気ありますよね。そしてダッシュボードに行くとメーターフードなんかはアルカンターラ、はい、そしてステアリングはこのレザーとこれアルカンのコンビですか、はい、そしてセンターマーキングだったりステアリングのスポークだったりはこのカーボンのタイプ、うん、はい、そして全体的にはやっぱりこうプラスチック多めで、はい、やっぱりベース の, あのチンクのちょっとこう可愛らしい感じというか、うん、はい、簡素な感じがしますけど、はい、全体的にはかなりレーシーな感じでまとめられてる、うん、そしてもう一つはあのペダル、はい、このクラスでなかなかペダルここまでしっかりしたものがついてるってあんまりないんじゃないかな、うん、そうですね。というわけでこの辺はあの操作関係にも関わってくるところだと思いますので、はい、乗って確認してみたいと思います。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはかなり狭い、うん、ただ深さ結構あるんですよね。そうです。だから本当にあの使い勝手、うん、2人で車使われる方だったりしたらもう全然十分じゃないかなっていう。そうですね、まあ、2人ってことで考えれば十分じゃないか。ちょっとファミリーユースで3人4人はもちろん厳しいと思うんですけど、うん、2人だったら全然、はい、そしてもうちょっと後ろからこうシートを倒しやすくしといてほしいなっていうですけどこれ倒すとかなり容量が増えるということで、はい、そして55なのもいいのかな、うん、はい、そしてこの下にも少しだけ、この辺もすごく簡単な作りでいいですよね、はい、そうですね。車重も本当に1100ちょっとぐらいしかないということでかなり軽量にも作られて、うん、ただやっぱり純正というかベースになってるチンクよりだいぶ剛性は上がってるらしいですよ。はい、やっぱその辺はアバルトっていうのでだいぶ違うんですね。なんで本当に作り直してる感じ、なんでその辺乗ってみたいと思います、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンが後期でググッとパワーアップしまして、うん、なんと6牛ごと同じ180馬力が出てると、うん、で改めて紹介すると 1368cc 直四ターボ、うん、で馬力の方が180馬力トルクの方が230ニュートンってことなんですけど、あのモードでスポーツに入れるとマックス250ニュートンぐらいまで出るそうです、うん、そしてミッションの方が5速のオートマなんですけど、あの普通のトルコンとか CVD のオートマじゃなくってマニュアルトランスミッションの上にアクチュエーターが乗っかってるタイプ、機械の操作を車が勝手にやってくれる感じですよね。そうですね、はい、なんで乗り味が結構独特、うん、ちょっとシングルクラッチのミッションっぽい感じですよね、はい、だからパドルでメインでやってめんどくさい時とかはオートマみたいな運用が割と本領発揮なのかなと、うん、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。行きましょう。久しぶりの。だいぶ今回端折っちゃいましたけど、今回の車はオートマということで、こちらのボタン、はい。はい。こちらのタイプになってると。はい、で、あとはパドルですよね。そうです。はい。もうパーキングもないんで。はい。これはもう。これですよ、これ。これですよ。いや、最高ですよ。だって最近だって手動のハンドブレーキないっすもんね。いや、ないっすよね。うん。いや、もうこれでいい気がする、車って。これでもちょっといいっすね。あの、イタリアだと、フェラーリとか、そういう感じのデザインですよね。これはでも本当オートマとマニュアルの切り替えだけなんですね。そうだね。で、これでギアを入れてっていう。はい、で、メーターに出てくる、うん。で、ちなみに後期になるとこれメーター、G メーターがついてるそうです。そしてあと内装の紹介だいぶ端折っちゃいましたけど、ブースト系。こうモードが切り替えするとここにモードもちゃんと出る。ブースト系がついて、あと問題のナビ。これがもうナビというよりほぼモニター。そうですね。ナビゲーションマップの機能がないってことですよね。で一応、ラジオはついてるんですよね。はい。ただ基本的にはもう、カープレイもしくは、アンドロイドオートをつないで使う前提。なるほど。というわけで、ほぼ、モニター。で、これ、かわいいのは、こうか。はい。おぉ。さよなら、つって。おぉ。なんかゲームの画面みたいですね。はい、そうそう。ちゃんと出て、こんにちは、って。へぇ、はい、こういうところすごい遊び心あっていいな、いいですね。はい。じゃあ行きましょう。行きましょう。カメラ落ちたせいに大丈夫、うん、はい、まずオートマでちょっといきましょう。はい。あ、このクリープしないこの感じですねはい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 、はい、いやだから内装とかで言ったらもうおおよそ300万円の車とは思えない、うん、そうですね、うん、確かにもう簡素な作り。ただお金かけてるところがもうそこじゃないっていう、うん、あ、買った。硬いよね。買った。あ、面白い。おお、なるほどなるほど。遊園地の乗り物感がすごい。そしてどこからどもがなく聞こえるこのビリビリ音そうですね、確かに。いや最近の車本当になんか何でもくっついて、うん、快適になりすぎな気がする。確かにそうですね、うん、あ、でもギアのつながり最初1速から2速ってこうちょっとこう変速の時にクラッチつながるまでの、そのアクセルオフになってるこう、うん、ショックがあるじゃないですか、うん、意外と走り出しちゃって3速4速とかは分からないというか、うんうんうん、結構マイルドかもしれないです。デュアロジック、うん、この辺はいいですね。最初のなんか1速から2速とかちょっとすごいですけど、でこの手のミッションって、うん、この手のミッションっていうかこういう乗り味のミッションって過去いろいろあったじゃないですか。はいはいはい。それこそスマートとか、はい、もっと遡れば BM の SMG とか、うんうんうん、あの辺と比べれば全然こう、うんうん、自然というか。そうですね。ブレーキは、ブレーキいいですね、うん、まあ、車重が1トン100ぐらいしかないんで、ちょっとペダルがふわっとしてる感じはあるです。あ、はい、ただ踏んだ分に対してはちゃんと止まってるんで、うん、なんかカチッっていう感じじゃなくてふわってしてる。あ、なんだろう、それあれかな、ペダルの構成とか、うん、そういうことかな。あとすっごく今もう違和感というか、これはもうごめんなさい、しょうがないと言ったらしょうがないですけど、はい、ペダルレイアウト、はい、めちゃくちゃ左にブレーキペダル寄ってるんですよ、アクセルも。で左にフットレストなくて足を置こうとすると、うん、ちょっと自分のこの右足でブレーキ踏もうとすると被るんで、うんうん、すごく踏みづらい。なるほど、それはもう痛車あるあるということ。はい、なのでちょっとそこら辺はありますね。イタ車、あとイギリス車あるあるみたいな、うん、だとさっき言ってたそのシートポジションと、うん、あとハンドルがチルトしかついてない。そうなんですね、はい、だそこがどっちかっていうと自分に合わせるというよりかは車に自分が合わせないといけない、うん、ただその辺もいろいろパーツが出てる。そうですね。だ車外のハンドルにしてもいいし、うん、はい、ボスとかも出てるそうね。出てますね。一回マニュアルの595ですんごいめちゃくちゃいじってワイドボディになってるやつとか乗せてもらって、はい、それはめちゃくちゃ気持ちよかった。へ、なんかレカロのフルバケかなんかになってて、もうシートポジションバッチリで、うん、そう、ちっちゃいこういう車好きなんで、うん、まあいいですよね、面白いですよね。でも軽さはやっぱ感じるっす、うんうん、あとフロントのハンドルステアリングに伝わってくる接地感はしっかりしてる。結構今まだノーマルモードですけど、ちゃんと路面掴んでる感じはすごい伝わってくるんで、まあなんかほんとゴーカート乗ってる感じ、うん、ただなんかいろいろ独特です。ペダルもさっきブレーキペダルもちょっと
ふわっとしてるって言ったんですけど、アクセルペダルもなんだろう、僕とかも車好きなんで、学生時代とかゲームセンターとかでこう車のゲームとかやるじゃないですか。ああいう感じの、踏み応えというか踏み心地ですね。ちょっとこう柔らかめで結構ストロークがある。もう国が違えばこんなにも違うものがあればっていうぐらいの。そうなんです。なんか重みがあんまりアクセルペダルなくて、でも結構このミッションとの相性もあると思うんで、あんまりこう俊敏な感じになっちゃうと多分結構何ギクシャクしたというか急発進しちゃったりとかあると思うんで、これぐらいでいいのかなっていう。じゃあちょっとスポーツモード、はい、スポーツにするとメーターも変わって、はい、でここにスポーツって出てくる、これ足も変わるんですかね。足も変わる。電子制御ではないはず、確か。結構でも足もそうです。シートも硬いから。そう、車全体が硬い。硬いですね。シートも硬いし、サイドサポートはそんなに高くないんで、窮屈さこそないですけど、もうウレタンが硬い。硬いですよね、確かに。お尻も硬いし背中も硬いし、いいな。でもこのサイズすごいなんかこう楽しいよね。はい。運転もあんまこう気を使わないサイズ、幅とか、やっぱその辺前も短いんで乗りやすいですよね。スポーツモードすごい。めちゃくちゃハンドルしっかりっす。パワーステついてるっていう風に一瞬ちょっと勘違いというかするぐらい重くなって、そうですね、重みがしっかりありますね。そしてこの消音材とか入ってないんじゃないかっていうぐらい、このミシュランパイロットスポーツと思えないロードノイズ。そうですね、コロ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 って。軽くてやっぱ各パネルも、軽い素材だったり薄かったりってあると思うんで、ハンドルすごいしっかりだなこれ。いやもうね、個性がないじゃん最近の車言ったら。そうですね。特にこの後電動化になっちゃって、電動化になるとますますこの個性出しづらいんじゃないかなって個人的に。デザインしかり、そうですね、車のその乗り味しかり。確かにめちゃくちゃ個性的だよね。個性的っす、個性の塊っすね。こんなに不自由な車なのにめちゃくちゃ売れてんだよ。それこそ僕免許取ったばっかの時に2リッター弱かな、2リッター弱の国産のまあスポーティーカーというか、あんまりこう尖ってないスポーツタイプの車に乗ってたんですよ。たまたまこう友人がその時前期のアバルト乗ってて、ちょっとまあふざけてちょっとこう加速みたいなのやった時に全然置いてかれました。はい、排気量こそ僕の確か乗ってた、当時セリカに乗ったんですけど、の方があったはず。だけどやっぱ重さとかそういうのなんでしょうね。全然早いなアバルトって思うぐらい。180、まあこの車180、前期で165、3かな。だからそれだけ聞くと大したことないように感じるけど、車重で考えたら、ウェイトレシオで考えたらまあまあですからね。いやまあまあですよね。さっきでもステアリングこのスポーツモードでしっかりとは言ったんですけど、確かにしっかりなんですけど、はい、ちょっとフィーリングは独特かな。なんか分かりづらいところもある、設置してるけどちょっとグニャッとしてるというか。あとね、硬いから余計ね速く感じるというか。あ、そうですね。そうか、なんか走り出してるとすごいしっかりしてるんですよフィーリング。でも交差点曲がる時とかすごく低速な時にちょっとハンドルの切り始めのところがちょっと気持ち悪いかな。なんか独特な遊びというか。そう、そうなんですよ。遊びが、重みは確かにあるんですけど、なんか作り出された重みみたいな感じなんで、実際こうタイヤが設置してる感覚とちょっと違う気もしつつ。大丈夫です、ご安心ください。この上にあのビボストとかもあるんで。そうですよね。ちょっと加速してますか。はい。あ、早い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 。お、すげえ音。すげえ音。早い。0-100 もさ 6.7 秒だっけな、全然その目立った数字じゃないんだけど、数字以上にだから速く感じるし速いよね。そうですね。これしかも排気音やばいっすね。だからこれが登録できる不思議。不思議。今窓閉めてるからまあまああれですけど、多分外まあまあ、まあまあうるさいよ、うるさいっすよね。だってバルブ開いたら直感だよ。確かに。なんでこれが OK なんですかっていう謎です。謎ですね。まあ、それはGT3 RS のウィングしかり、
ったら、まあまあ、大人の事情が大人の事情があり、そして装備的なものへ行くとドリンクホルダー、あと USB、 ここがだからナビとつないで使う USB、うん、カープレートがあるんですね、あとシガーと、あと背中を倒すこの棒というか、あの取って、はい、これがのキルスイッチみたいなデザインになってるという、うん、はい、で全体的にはこの黒いプラスチックのパネルなんで、まあ、正直高級感は、うん、まあ、三角って感じですけど、うん、もう全然そこじゃないんだなっていう、価格帯的には全然、うん、だから300、新車で350万円、400万円いかないぐらいですよね確か、そうですね、はい、と思ったらもっとなんか高級な車とか全然あるけど、うん、だから多分ミニとかの方が全然、あー、まあまあそうですね、なんかもうちょっと高級感あると、うん、けどそこじゃないんで、うん、はい、かそっちを求めるのは確かにミニっていう選択出てくると思うんですけど、うん、これは唯一無二っすよね、この乗り味というか、すごい個性、うん、もちろんやっぱベースのジンクもそうなんですけど、うん、そこにさらにこの走りの要素を加えたこのアバルト、面白いですね、すごい面白い、もうアバルトの歴史で言ったらめちゃくちゃ長いですからね、うん、はい、あーやっぱ、あーうん、土屋と、あとちょっと土屋と乗って乗る、これは聞きたいとこですね、ちょっと中心からちょっとが若干こう独特です、そんな考えて乗ったことなかったね、うん、いやだから車はすごくこうクイックに、絶対こうちっちゃくてホイールベース短いんでクイックに動くじゃないですか、でも自分のなんかこう勝手なこう想像してるイメージよりも、まあ意外とマイルドで動いてるっていう感じ、そして話は変わりますが、はい、いいじゃん、あの59号とか69号の意味知ってますか、あ考えたことなかったかも、ないよね、はい、なんとなく、まあ、数字が大きい方が、うん、まあいいんだろうなっていうハイスペックなモデル で、うん、でこれもともとはあの排気量から来てるらしいです、大昔のだからチンク、あのルパンが乗ってたやつ、はい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 、あれのチューニングから始まってるんで、あれをこう排気量アップさせて、まあ、正確に言うと595も、うん、あの 593cc、うん、なんで595じゃないんですけど、なんか切りよくというか、うん、あの語呂がよく595にしてるらしいです、はい、で695も 689cc なんですけど、語呂がいいように695になってるって話です、イタリアンらしいです、ね、はい、まあ、その辺だからもう本当にドノーマルの進化をベースに、うん、レースで無双した、はい、その辺の名残が現代も続いてると、そうですよ、でもこの方、はい、今の方のこの595、695も結構モータースポーツシーン活躍してますよ、うん、あ、そうなんだ、うん、サーキット走、もちろんサーキットの、クローズドコース、うん、グリップもそうですし、うん、ラリーとかも、はい、結構出てますよね、あんまり注目したことなかった、うん、だから本当にそういうのは結構やっぱりアバルトってやっぱちゃんとフィードバックされてるというか、うんうんうん、それは乗れば分かる、だからね、ファンの層がすごいのよ、うん、下手にアバルトの動画上げると、めちゃくちゃ詳しい人がコメントしてきて、怖いです、若干。はい、にわか、紹介できないなっていう。まあ、それでもしちゃうんだけど。うん、いや、でもそういう、やっぱりこう、もうこれでも乗るとやっぱわかるっすね、うん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 。そういう、やっぱ独特のこのフィーリングとか、うんうん、もうほんと唯一無二だなって思うんで、うん、やっぱこだわり持ってる方がやっぱり選ばれるべき車だし、あとこれね、この魅力をまだ知らない人って結構いると思うの、うん、もう生産終了になっちゃうけど、だから、ね、ぜひ今まだ選べるから、そうですね、確かに、だからこの先いい個体が多分どんどん減っていくと思うんだよね、うん、で後期コンペやっぱり馬力も出てるし、スタイリングもかっこいいし、うん、装備もいいんで、僕は圧倒的に後期コンペおすすめです、コンペいいですね、これ確かに乗るとすごく欲しくなる一台です、いいでしょ、いいですね、いや、もしかして今日だって何撮るって言って、595って言ったら、なんで595なんですかって991とかもありますよ、そうそう、いや、そうじゃないんです、うん、はい、まあ、確かにポルシェも今こう大きな変化の時で、うん、991NA 最終、うん、もう一回乗りたいなってのはあったけど、うん、いや、もう5月でなるほどチンク終了、いや、そこはもうツッチブランディングということで、うん、それではいいじゃん、行きます、はい、うわ、こんなに重たいんだっけウインカーレバーの重さに今びっくりした、そうです、カチャッ、一個一個が独特なんですよね、うん、そしてね、そんなに小回り効かないそんなに効かない、あ、分かる、ステアリングはね、うん、少し不思議な感じ、フィーリング独特ですよね、うん、これしかも今多分ノーマルモードでスポーツとも全然変わるんですよ、なんかね、軽さが一定じゃない気がする、そうそうそう、なんか切り始めが少し重くて
その奥スッて入ってる感じ、うん、なんかアライメントじゃないのこれ、そういう、うん、と思うんですよ。だからなんかこう頭で想像してるタイヤの切れ角とか、うん、設置してる 感触、うん、とステアリングに伝わってくる感じがちょっとずれるんですよ、うんうん、あもうね少し動かしただけで楽しい楽しい。でもこのやっぱこの唯一無二な感じは僕は好き、うん、あの 大好きですねやっぱり。いやツッコミどころ本当にいっぱいあるよ、うん、そのドアがさなんでこんなバカでかいのとかさドアブレーキのそのなんていうの感じと位置と、うんうん、ここじゃねえんだけどなっていう、まあ、ペダルもなんか全体的にこっち向いてるし、うん、あと必殺これじゃないですか TTC 疑似トラクションコントロール LSD。あ、それがそっか LSD ですね。あの空転する側のブレーキこう勝手にかけてくれて、あの反対側、あ違う反対側か、うん、はい、ちゃんとグリップするようにしてくれるっていう疑似 LSD を。どうなんだでもなんか、いやこれはね多分ね街乗りレベルじゃ発揮できないと思う。押してみたのはいいけど、でも勝手な想像ですけど、やっぱサーキット走るわけじゃないんで、うん、想像ですけどパワーとかこの車のサイズ感とか考えた時にこれ作動したとして、うん、ちょっと一回押さないとちょっと曲がる、なんかトルクステア出そうな感じもする。どうなんだろうな、なんか乗り慣れてるっすね。そうなんか俺よりスムーズな気がする僕よりめっちゃスムーズな気がする。いや結構さ何回か乗らせてもらったけど、あの思い切らないとダメだよね、探っちゃう。なんかもあーなるほど、そう、めっちゃ探りながら乗ってました。だからあのスマートとかもそうじゃん、なんか、はいはい、うん、なんか探りながら乗るとブーン、甘い方のやつね、みたいなけどあれもうアクセルガバッて踏んであげると、うん、結構気持ちよくこう繋いでくれるみたいな。でコンフォートのこのモードだとステアリングも軽くて、うん、乗りやすいです。追加メーターが可愛いんだよな。いいね、ブーストK がいい。うわー楽しい、うん、楽しい、いいっすよね、うん、もうこういうちょっとした段差を越えるだけで楽しい、うん、全然楽じゃないしもうなんていうのこういろいろ気を使いながら運転しないとだけどめちゃくちゃ楽しい。そしてこれすごいハンドルこうなんだろう戻されるね、うん、そうなんです、うん、コーナーとかでもすっごい戻される、うん、なんかステアリングフィール本当にちょっと変わってるですよね。ひたすらこう直進させようとしてんのかな、わかんないけど、うん、コーナーでこうハンドル切っててもグイーって入ってく感じじゃなくて、そうですね、グーって戻されるけど、あの低速でこう交差点曲がる時とかはこうスッてこう入ってる。そうですねでもさバルトもさなんか人気のやつに値段すごいじゃん。オリブートフェラーリなんてもうどうしちゃったのっていうぐらい高値安定、前期ですもんね。そうめちゃくちゃ高いよね。そうなんですよ。だからもう限定車も全部が全部とは言わないですけど、やっぱそのトリビュートフェラーリにせよ、まあ、あともっと言うとアバルトじゃなくてフィアットの方、うんうん、500でも例えばバイグッチとか、うんうん、ああいうやっぱ限定車とかすごい高いじゃないですか。だからやっぱこう評価されるやっぱ要素は結構あるんですよね、うんうん、いっぱいこの車って。でまたいろんなコラボのやつとか出てんのよ、うん、マセラティのやつとかさ、そうですよね、あるし、うん、それぞれ本当に全然こう同じベース車でも個性が違くて面白いですよね。いやもう全然普通に乗ろうと思ったら普通に乗れちゃう。普通ですね。じゃあスポーツで、はい、スポーツマニュアルで。でもなんかスポーツのマニュアルモードパドルあんま違和感なかったっすね。ポチ、はい、一番熱いやつで一番ホットな。これブーストじゃ 1.7 ぐらいまでかかるってことかそこまで踏んでないですけどでもメーターからするとそうですよね、うん、1.75 ぐらいがレッドゾーンだから。そうですね、そうね、中心にタコメーターがこう出るのいいですよ ね。で G メーターが真ん中に、うん、出てます。かっこいい。これね椅子だけはねちょっとね、うん、見た目かっこいいですけどね、サベルトのこのシート。なんかどうせサベルトのシートだったら、おお早い。あでもあれですね、やっぱシフトの変速のショックは多少、うん、味として、そうね、味付けとしてやっぱあれですね。気持
ちいい。いやこれ楽しいよ。楽しいですね。全然楽しいよ。そうさっき言いかけたサベルトのシート、うん、これもありですけど、うん、まあわかんない全然素人的なあれですけど、うん、あのアルピーヌに入ってたサベルト覚えてます？うんうん、A1 っての、うんうんうん、あのシートの感じ僕好きだったんですよ。ああ、うんうん、同じ形状の中かなとか、あちょっと個人的には、ね、ちょっと背中だけだな。お尻は別にいいんだけど背中ちょっと押し出すよこれ。うん、でもやっぱ車好きとしてはこれは欲しいですね。このレコードモンスターのマフラーは欲しいかな。やっぱりだやっぱり後期買っとけば全部ついてるし、うん、あ後期じゃない後期コンペを買っとけば全部ついてるし馬力の不安ないし、うんうん、装備の不安ないし。そうですね。そうただ後期コンペまだ高いのよ。確かに前期は結構手頃な値段出てるけど、うん、後期コンペもなんか新車価格と変わりませんみたいな。もうザラだから、ね、距離少なかったりコンディションいいやつ。そうですよね。あとマニュアルですよね。高いのはね。そうマニュアルやっぱ、うん、いやこれからね多分なくなるから値段が上がるかどうかは微妙だと思うけど、うん、多分ねしばらく下がんないんじゃないかなと思うね、うん、まあ、大幅にはなんかこう下がったりっていう感じではなさそうですよね、うん、スマートブラバスがまさにそうじゃん。ああそうですね。軽快だな。早い、はい、気持ちいい。意外とトルクがある。ちゃんとある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 。本当にあるですよね。だって250ニュートン。うん、おっとすごいな。いやでもこういうまあコンパクトでこういう車やっぱいじるって楽しいんだろうな。さっきだって何買っても安い。タイヤ買ったって安いんだから。そうですね。205の4017だよ。パーツ多いのは大きいですよね本当に。いやミニも結構安いじゃんパーツ、うん、そうホイールとかも安いし、はい、そういっぱいあるし、まあ、なんせタイヤなんかだってミニより一回りちっちゃいからね。さらにそうですよね。205で17インチでしょ。17インチそうですよね。あウルス SE 本当だ。軽快。軽快っす。でも本当普通に速い、うん、もちろんまあびっくりするほどのパワーでもないし、うんうんうん、全然怖くはないですけど。いやこの車体からすると相当速いよね。速いですね。この軽快さが楽しいですね本当に。全然もう街乗りも何不便ないし、ちょっとこうスポーツ走行したいなっていう人も、まあ、ショートサーキットとかだったらすんごい楽しめると思うんで、これ面白いですね。じゃあ一回そのワイドボディのメタメタにいじってあるやつ、うんうん、高速乗らせてもらったの。はい。めちゃくちゃ楽しかったもん。ああそうですよね。そう本当に音いいし、うん、なんか法定速度でも本当ちょっとしたコーナーとか、うんうんうん、なんかそういうのがあるだけですごい楽しいですよね。 C1 一周するだけで楽しめると思った、うん、絶対ワインディングも気持ちいいし、うっさい。だってシフトアップするときもさっきバリって言いましたもんね。いや間もなく言わなくなっちゃうんですよ。そうですね。まあもう確かにそうですよね。本当にこういう音で言えば車外にというか、まあ、車内はスピーカーでいくらでもこう演出でできると思うんですけど、車外はもう難しいですよね。純ガソリンの車本当に数えるぐらいしかないからね。うん、アバルト撮影用に、うん、まあ、洗車して準備してたんですよ、うんうん、で2人3人スタッフで一緒にいて、うん、僕こう洗車してる時に後ろ、僕の背中後ろの通りをレベルトが通ったらしいです、うんうんうん、あの普通12人のスーパーカーとか、うんうん、今までであれば音で気づくじゃないですか、うんうんうん、振り向きもしなかったんです多分 EV モードで走ってたと思うんですけど、まあ他のスタッフに、まあ、それが惰性で走ってた。そう他のスタッフにあレベルトだって言われてもう気づいて振り返ったら見えなかったですね。もうそういうこれからってでも本当に EV、 これもそうですけど EV とかでそうなっちゃうじゃないですか。そうなるね。それがいい人ももちろんいると思うんですけど、うん、やっぱガソリンエンジンの音とか、そう、ね、好きな人にはもうやっぱ今だよっていう。本当に今過渡期だから、ね、うん、
だからもうアバルトに限らずそういうなんか大きな変化が来てる車は今中古車相場でもこう高値安定だったり逆にもう値段が上がっちゃったりとか、うん、そうですね。さっき言ってたじゃん、なんか RE とかちょっと値段上がり始めてる。そうですよね。どっちかっていうとだって RE とかってもう裏感にこうちょっとこう目立つところを持ってかれて、うん、どっちかっていうとこう V10 を割とリーズナブルに中古車だったら乗れるっていう感じだったけど、はい、もうそんな感じでもないんでしょ今は。もうそうですね、まあ、もちろん裏感もやっぱり結構高値。あ、そうだよね、裏感も次だってハイブリッドになるんだね、うん、しかも V8 になるんだっけ予定では。結構やっぱその辺今までの V10 積んだガソリンエンジンの車もちょっと本当にあの1年前とかに比べたらだいぶ上がったなっていう印象は、まあもちろんこれがずっとかどうかは分かんないですけど、少なくとももうだって数は減るのはもう確定してるわけだから、うん、これ以上増えないわけだから。そうですね、やっぱりだって、うん、こういう車も普通に乗れちゃうから距離走ってる個体も結構あるじゃないですか。そうね、そうね、なんでコンディションはやっぱ距離少ないの探そうと思うとそんなに実はないかもしれないですよね。ああそうね、だから自分の条件に合うのは多分どん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 少なくなってっちゃう、うん、はい。だこれ本当にだから今最後に楽しんどくっていうのもいいと思うし、うん、取っとくっていうのもいいと思うし、うんうん、今後選べなくなるっていうのを前提に考えてもらえば、うんうん、まあこれも復刻モデルですからね、うんうん、名車だからやっぱこう復刻が現代にこう出てきた車であって、ね、まあ分かんないですけど今後もしかしたらそういうやっぱり名車としてこのガソリンのモデルが残るかもしれないし、空冷と違っても991なんて言ったら登録台数で言ったらもう全然桁違いだから全然そんな値段上がったりとか高値なんてないっすよ、うん、って言ってたのが蓋開けてみたら今これだよ。そうですね、うん、で距離薄とかさマニュアルとかさ条件いいやつからさどん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 市場からなくなっていくじゃん。はい、そう、まあ、まして左ハンドルなんて言ったら日本国内にとどまらないですからね。そうそう、 今ものすごい勢いで左ハンドルのその役付きの車が海外出てってるでしょ、はい、輸出もすごいので。だそれをなんか見越してなのか、うん、最近のオークションなんか激レア車が普通にバンバン出てくるっていう。そうですね、まあ、やっぱり商売としては商売としてはやっぱもうそういう考えが普通といえば普通ですし、まあ、もちろん国外にどんどんいい答えが出ちゃうのって残念なことでもありますけど、まあ、逆にバブルの時は日本人がそうやって大量に買い漁ったからね、うん、やっぱ為替の影響ももちろん あってってのことですけど、でも世界的に世界中でやっぱ評価されてる車だからそうなってるっていうのがあるんで、日本も置いてかれないようにとは思いつつも、まあすごいですよね、海外の勢いも。だから本当に今手放そうと思ってる人は特に左ハンドルレア車はチャンス、うん、でも最後に買おうと思ってる人はもうある意味チャンスもう最後なんで。確かに。でこれも右ハンドルだから、まあ、海外に出てくることは多分ないと思うんですけど、うん、でももう今後減っていく一方なんで、まあ、気になる方は早めに。そうですね、特に後期コンペ黒って言ったら台数かなり多分少ないと思うんで、うん、ぜひお問い合わせください。まだ距離少ないんでぜひ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや池ちゃんこれいいよ。じゃあ最後になりますけれども、はい、アバルト今回ご紹介したんですけれども、うん、あのカスタマイズのパーツもめちゃくちゃあるんですよね。あるっすよね。結構、まあ、うちでのご依頼もやっぱすごく多いので、まあ、それこそこの足、まあ、ちょっとやっぱ多少やっぱ跳ねるというか硬さあると思うんで結構足変える方も多いですし、あと私も知ってる限り結構専門的にチューニングとかオリジナルパーツとか出してるあのショップさんとかも結構あるので、そういうところでカスタム楽しむ方も多くて結構本当にいろんな個性出せる車だと思うので面白いと思います。そしてあのこういった車に比べると圧倒的にパーツが安いそうですね、はい、もっと気軽にこう車をカスタマイズして楽しんでいただけるんじゃないかなと、はい、なのでその辺もご相談いただけるといろいろできると思いますので、いいんじゃないかなと思います、はい、そして東京店の方からお知らせを。お知らせを、はい、求人、はい、ぜひぜひ一緒に働いてくださる方、うん、でやっぱりあの転職とかあの就職とかってなるとなかなかその会社どんな会社なのかなって分かりづらいじゃないですか、うん、で求人のとこだけ見て応募っていうのもなかなか
勇気いるじゃないですか。そうですね。まあ、事前にその見学というか、はい、会社見学とかもできますもんね。うん、まあ、ご連絡いただいてぜひご案内しますので、はい、で特にカーズ、はい、車両販売、はい、あとは仕上げのスタッフ、はいはい、募集してますんで、まあ、経験者問わずですよね。はい、で積載の免許があるといいかな。まあ、なおよしです、ね。はい、というわけで中型の免許ある方優遇という感じになると思います、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はアバルト595コンペス用例をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。